店長マジうざいんだけど。そんな怒ってたら可愛い顔が台無しだよ、みくちゃん。だってイライラするんだもん。うん。それより今日も大輔くんとデート？うん、この後ご飯行ってくる。なら夕飯はいらないわね。うん、わかった。帰る前にメールするね。はい。7654321
はい、岡野です。もしもし、岡野陽子さんでしょうか。はい、私、静岡南警察の笠井と申します。お世話になっております。ミクさんをひき逃げした犯人を逮捕しました。犯人は30歳の男性です。今取り調べで事故の原因を聞いたんですが、原因は最近ニュースになっている脱法ハーブの過剰摂取による酩酊状態での運転。ミクさんが路地から出てくるところを全く確認できなかったと言っております。取り急ぎの連絡で申し訳ありません。また詳しいことが分かりましたらこちらから連絡させていただきます。ありがとうございます。一人娘のミクが死んだ。今でも正直受け入れられない。私にとって唯一の支えであり家族であったミク。旦那とは12年前に離婚。私は両親ともに10年前に亡くしていて、唯一の血縁関係はミクだけだった。私は絶対許さない。薬物を絶対に許さない。そして娘のミクが死んでから3年の月日が経った。今は普通に正社員の仕事をしながら薬物反対運動に参加をしている。他の人が二度とミクと同じような目に遭わないように。申し訳なかった。俺は何も気がつかなくて。私の方こそ連絡できず申し訳ありませんでした。いや、こういうことは俺の方で知らなきゃいけないことだったんだ。ミクが亡くなった後に古い電話帳とか調べて連絡したんだけど繋がらなくて、携帯番号も知らないし、あなたの友人関係とは一切連絡取ってなかったから。いや、いいんだ。君にはずっとミクのことを任せっきりだったし、いろいろ大変だったろ。本当にすまないと思ってる。もういいわよ、謝らないで。線香をあげてきていいかな。ええ。ありがとう。え、何が？俺なんかが今さらミクの墓参りに顔出せる義理なんてないことは分かっている。それでも君は僕を許してくれた。本当に感謝している。何言ってるの。お花まで買ってきてくれて、線香あげていいって言われたらダメなんて言えないでしょ。ところでこの後少し時間どう？まああるって言えばあるけど。どうしたの急に。いや、この後ちょっと食事でもどうかなと思ってさ。久しぶりに会ったんだし。あ、てか、なあ、困るよな。ごめん、なんでもない。あ、いい、そうじゃなくて、急な誘いだったからびっくりしただけ。本当か？嬉しいな。いやね、大げさよ。それより、二人でご飯食べに行くなんて久しぶりね。本当だよな。どこ行くか。あなたに任せるわ。よし、わかった。行こう。
ね。いただきます。いただきます。うん、美味しいわね。どうしたの？お口に合わない？いや、別にそういうわけじゃない。なんか様子が変よ。気のせいだろ。ご飯が美味しくて夢中になっただけだよ。悪いな、心配さちゃって。ええー、うん、元気ないな。どうした？あ、食べなよ。ほらほら、あ、もう食べなよ。あ、どうしたの？挙動不審な動きをして。え、挙動不審？様子が違うよ。どうしたの？そうかな。そんなこと言われたことないけど。こんなことよりさ、どんどん食べなよ。ほら、もっと食べなよ。ちょっと食べにくいんだけど。まあよくあることだよ。どういう意味？てか、食べないの？ああ、もうお腹いっぱいかな。だって、あなたがご飯誘ったのに、もうお腹いっぱいって、おかしくない？いや、例の会社の企画書のことを思い出すとさ、急に欲が消えるんだよね。話、噛み合ってないよ。そう？俺はそんな風に思わないけどね。もう食べないのね。とりあえず出ましょう。あなた、ストレートに聞いていい？何？薬、やってるの？は？薬？風邪薬ならやったことあるけど、そっちの薬は一度もないよ。ちょっと待って。私はいつでも薬のことなんて聞いてないけど。ねえ、ミクがなんで死んだかわかる？脱法ハーブを吸引した若い男性が酩酊状態のまま車を運転してミクに気がつかずにひき逃げしたの。あれから私は真剣に薬物のことについて調べた。あなたがトイレから帰ってきた時からずっとずっと気になってた。もしあなたがやってないと言うならお願い、バッグの中身を見せてもらっていいかな。ちょ待てよ。やめろ。
あなた、一体これは何？違うんだ。話を聞いてくれ。これ違うんだよ。あんたみたいな無責任な奴のせいでミクは死んだんだよ。私の娘を返して。このゲド、このことは誰にも言わないでくれ。頼む、頼む。その後、この男は警察に覚醒剤を押収され現行犯逮捕された。